今日は、オカルト27、はい、ベストヒット都市伝説、はい、ね、そうですね、主軸の日本柱で、うん、まあ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 、そんなことないですか、醤油ラーメン味噌ラーメンみたいなね、あ、うん、醤油ラーメンは教えて都市伝説でしょうけどねあ、まあそっかそっか、うん、まあまあそうですね、はいはいはい、うん、結構なね、うん、よくやるやつですけども、はいはい、はい、ということで、うん、まあエンディングですけれども、うん、何やろうかなということなんですが、はいはい、まあね、なんかちょっと帰省してたでしょ、うん、あ、そう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 、だからそれのね、なんか話あると思うんで、うん、まあ後で知ってもらおうと思うんですけども、うん、まあその前にちょっとお悩み相談なんで、ちょっと短めの一個だけやろうかなと、はい、了解です、どうぞ、はい、ですね、オカルトネームが、うん、イルミナティ太郎かな、イルミナティ太郎、うん、イルのカタカナのイルの後に南って書いて、イルミナティだと思うんだけどね、賢い、うん、賢くはないと思うけど賢い、はい、お悩み相談ですね、うん、はい、オカルトスターの早瀬さん、はい、聖子松田岸本さん、こんにちは、うん、こんにちは、どういうこと、セイコ松田岸本さん、いやあんたね、はい、いやだからあの、どうぞ、ずっとなんかね、殺人鬼の名前言う割には相手から来たやつ全然飲み込まねえな、はい、いや全然どういうことなのかなと思って、ね、いやセイコ松田岸本さんでしょ、なんかそうだね、あなたなんか俺に対しての当たりきつくないですか最近このなんか毎回聞いてる方の、毎回なんかしらの、うんうん、まあまあいいんですけど、求めてるんですよ、まあね、答えてあげないと、まあね、そうっすか、うん、じゃあ違いますよということで、はい、冷たい、こんにちはと、はいはい、はい、いつも楽しく拝聴させていただいております、うん、今回は相談があってメールさせていただきました、はいはい、私は仕事で一生懸命にやろうと思うほど、うん、ミスをしてしまい、はいはい、困っていますと、うん、普段の生活に比べても、うん、仕事の時に限ってしょうもないヘマをしてしまうのですと、うん、普段はしないということですよね、まあね、まだ普段の生活比べたらどうでしょう、うんうん、まあでもそうだね、仕事の時に特にやるってことはね、なんとかまあ解決できないものかと悩んでいます、はいはいはい、よろしくお願いしますとのことでございますけども、うん、了解です、まあ結構いらっしゃるでしょうね、まあ、こういう方はね、うん、なんでか知らないけど仕事だけはなんかやっちゃうなみたいな、普段はまあしっかりしているけれども、うん、みたいな人いますよね、まあ、そうですね、うん、あなたはね逆ですけどね、それは喜んでいいですか、まあ、いいんじゃないですか、喜ん、ま、別に何の悪意もなければ善意でもないですよ、はい、まあだから僕から見るに、うん、まあ、妖怪の仕業で何かそのミスをしているというわけではないんですよ、妖怪の仕業でミスはしていない、うん、ああ、じゃあ妖怪の仕業じゃないです、ただこのミスを減らすには、はあ、うん、まあ、妖怪の力を借りることも、うん、まあ、できますよという僕はアドバイスはできます、妖怪絡んでないのに、うん、妖怪で解決するってこと、そういうことですね、妖怪の力を借りて妖怪関わらせたいんだね、いやいやいや、だってオカルトスターに来てるわけですから、あ、そうかそうか、ね、はいはい、僕はそういう解決の仕方しか知らないんで、なるほど、はいはい、僕不器用なんで、知らない割には結構二言目にはなんか現実的なこと言うけど、うん、僕不器用なんでね、なるほど、じゃあ何の妖怪を彼にイルミナティ太郎、どういうこと、うん、イルミナティ太郎さんに、うんうん、取り付かせればいいかと、どんな妖怪をね、取り付かせるの妖怪を、うん、そうですそうです、うん、じゃあちょっとどんな妖怪取り付かせればいいかちょっと発表させていただきます、はい、妖怪ケラケラ女ですね、全然ピンとこないですね、このイルミナティ太郎さん、まあ、普段はあまりミスはしないけれども、はい、仕事場ではちょっとミスを連発してしまうと、そう、まあ、緊張とかかな、うん、そうなんですよね、やっぱり力が入りすぎてしまっているんですよ、あ、なるほどね、仕事に対してね、まあまあ、ちゃんとしなきゃ、真面目な人ほどそうだろうね、そう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 、まあ、評価というのもつながりますね、直接ね。そうだね。それでまあ力が入りすぎちゃってるんですよ。まあね、要は力を抜くことが必要なんですよね。なるほど。うん。じゃあ力を抜くには何が必要かって、笑顔ですよ。あー、なるほどね。ね、笑顔。はいはいはい。で、笑顔にはなれないわけじゃないですか、普通。まあ、だ緊張してるってことでしょ、うん、緊張してるから。まあ、なかなかね。じゃあ、ケラケラ女取り付かせちゃえばっていうことですよ。
ほう、あそこで妖怪の力が必要と。そうそうそう、このケラケラ女っていうのは、はあ、あの寂しい道をふわーっと歩いているとね、後ろからねケラ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 って女性の大きな笑い声が聞こえるんですって、はい、何のことかなと思ってふっのこと、と見ると何の笑い声かな、ふっと見ると誰もいないんですって、はいはい、あらこれ何だろうと思ってまた歩いてるとケラ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 ってまた大声で笑うような女の人のね声聞こえると何だろうと思ってふっと振り返るとまたいないと、うん、何だこれって3度目また聞こえてきて何だこれって思ってふっと見ると屋根を越えるような大きい身の丈の女がケラ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 笑っていたと。おお、巨人、うん、そう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 、そこで驚くと失神してしまうんですけれども、うん、そこで笑い返すとね、うん、笑いが止まらなくなってしまうんですよ、取り憑かれて。へえ。要はこのイルミナティ太郎さんも夜道一人で歩いてて、この3度目のケラケラの時に笑い返せば笑い止まらなくなってくるんで、うん、仕事場でも要はこれでずっと笑顔を絶やさず仕事できますよ。そうすれば、はいはい、いい具合に力を抜いて仕事することができますよ。それさ、うん、常にじゃあ笑っちゃうってことだよね、うん、普通の生活にもちょっとまあ、それはそうです、影響が出るっていうことじゃないですか。ただただね、はい、まあ、100メートル走者いるでしょ、はい、100メートル走者とかが、ね、要はスピード上げたい時に、うん、ね、ある一流のね、うんうん、コーチがねはい、はい、笑いなさいって言ったんですって聞いたことありますよ、ね、その話、はい、笑いっていうのはやっぱり力を抜いて、要は自分の本当の力を引き出す能力をね、リラックスするとね、リラックスする能力も引き出せるんですよ、笑いっていうのは。だからケラケラ女に要は取り憑かせてずっと笑って仕事も頑張ればいいんですよ。なるほどね、うん、それじゃあ大事な会議とかプレゼンの時にもこの人はケラケラ笑って、そうそうそう、僕のプレゼンですみたいな。ああ、そうなんですね、うん、まず第一にみたいな、はいはいはい、笑いながら、ね、あ、なるほどね、うん、まあ好印象になるか、うん、まあ完全にクビになるかはちょっと分かんないですけど、うん、まあ、このまま言ってもクビになるかもしれないしミスしてるんであれまあね、そっかそっか、うん、まあ、じゃあダメ元でねかですよ、はい、それか、うん、慣れるから仕事って、仕事ってやれば、ね、慣れるから、1回ミスする、2回ミスする、すると3回目はミスしないでおこうって思うから、頭が働くからミスしないようになっていくんですよ、うん、慣れなんですよね。なるほどね。赤ちゃんっていうのもだんだん慣れていって大人になっていってミスしないようになっていくじゃないですか。そうですね。そのイルミナティ太郎さんも育っていく上で、うん、要はそれをもう過程をもう完了させてるんですよ。もうこなしていって、うん、要はそのミスしないようにしていくというのは、うん、今までしていることを仕事でもすればいいだけなんで、なるほど、そう考えれば、まあ、多分ミスもなくなっていきますよ。なるほどね、うん、すげえ真面目な答え返ってきた。まあ僕は、はい、まあでも、まあ、ケラケラの方がケラケラ女に取り付かせた方がいいんじゃないかな、いいんじゃないか、まあ、早いんじゃないかなと。ショック療法じゃないですけど。なるほどね、うん、ケラケラ女ってそれすぐ出てくるの、おびき寄せられるの、夜道歩いておけば。要はまあ1日2日じゃ無理でしょうから、うん、出るまで歩きゃいいんじゃないですか夜道夜道徘徊する人になっちゃう、ね、人がいないところを、ね、お願いしますね。わかりました。まあじゃあ頑張って、はい、まずはケラケラ女に出会って、そうですね、でまあすぐわかるんで、ね、うん、何このあケラケラを、でっかいケラケラ、ああ声すぐわかるんで、3度目ですよ、3度目。なるほどね、3度目。じゃあそこ3回振り返ってください、うん、まあ仕事をね覚えるのも3回ぐらいやれば覚えるし、うん、そう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 、3回ってことがキーワードですね。そう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 です、そうです、なんと解決か分かんないです、解決、まあ、はい、ということで解決、ね、納得していただけましたでしょうか。はい、はい、ありがとうございま す。さて、はい、まあ今日はもうちょっと1本だけにしようということなんですよ、うん、そうそう、僕はなぜなら、だから岡山に ね、 ね、うん、帰ったんですよ、があったってことですから、まあ京都岡山帰る前に、まあ道中なんで、うん、寄ったんで、京都に寄ったんですよ、うん、まあいろいろ観光して、まあ、新選組のね、うん、頓城があった三部寺とか回ったりだとか、まあ、うん、芹沢鴨先生のお墓参ったりとかしたんですよ、うん、でその近くにですね、要はこの都市伝説おかんと僕と時々イルミナティっていうのを、うん、店内で普通に BGM として流してますよってお店があると、うん、あ、ツイッターでね書いてる、はい、あれでしょ、そう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 、うん、秘密の密に、うん、目に道で三つ目道、三つ目道って読むのかな、お店でしょそれ、そう、お店です、雑貨、うんうん、屋なんですけど、骨董品屋かな、うんうちらのこれを BGM にしてんの、うん、うん、そうそうそう、どんな店なんてなるけどね、まあ、近くやったんですよ、うん、
あ、ちょっと寄ってみようかなと思って寄ったんですよ。ちょっとまあ、はい、薄気味悪いところで、まあ本当にね、ちょっと怖いなっていうところで。でもまあ好きそうやん、ちょっと。うん、まあスーッと入っていって、うん、ちょっと分かりづらいんですけどね。場所が。あ、まあ、住所入れればすぐ分かるんですけど。京都ね。うん、京都です、京都です。だからガラガラーっと開けたら、名前知らないので、誰が聞いてるか、誰が流してるかっていうのね。うん、そうだね。ガラガラーっと中開けたら、綺麗な女性の方がいたんですよ。うんうん、まさかこの人じゃないだろうなと思って。なんでね。別にそうでもいい。綺麗な人聞いてないし。そうでもいいだろうよ。なんで綺麗な人聞いてないんですよ。あ、まあまあまあね。これ。ああ。お前、いろいろ的に回す。これ綺麗な人聞いてないんですよ。うん、わかんないけどね。ああ。で、普通に、いたから。はい。あ、どうも。でも多分この人オーナーじゃないだろうなと思って。まあね、骨董品見ても結構ね、ちゃんとした骨董品置いてあるんですよ。正直骨董品屋の時点で年配のね、男性のイメージですよ。だから年配の男性がやられてて、それの娘さんかアルバイトの方かなと思ったんですよ、ね、僕は、はいはい、最初にね。でも一人しかいらっしゃらないから、すいません、ちょっと僕は都市伝説なんちゃらをやってる、早瀬康弘と申しますみたいな、はいはい、したらその女性の方が驚いたんですよ。え、うん、みたいな、うん、要はその方が聞いて、へ、僕らに要は流してますよって送ってきてくれた方だったんですよ。あ、そうなんだ、うん、へ、結構綺麗な方ってじゃあ初のそう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 、うちの番組の初の、うん、あ、美形の方が、そう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 そんな、そんなことねえと思うけどな。いや、まあまあまあ、前会った女性の方も、そうだよ、言ってたじゃんお前、まあ、2分の2綺麗や、そうだよ、綺麗な人しか聞いてないですよ、うん、だから、うん、逆を言うとね、まあまあ少ない他は結構小さいと思いますけど、はいはい、うん、普通にいらっしゃって、なんすか、って思って、え、その人がオーナーなの？オーナーなんです、話聞くと、すげえ、その方が要はその家も一軒家なんですよ、2階建てのね、うんうん、そこも借りて骨董品も休みの日に買い集めて、へー、うん、本当にやってんの？で本も置いてあって、本も結構ね、丸尾末広先生とかいろいろなものを置いてあるんですよ。 あなたの好みのような、うん、そう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 、江戸川乱歩の、うん、人間室みたいなとか、ちょっとそうそうそう、ぐにゃっとしたような本を置いてたりとかして、わ、これすごい、なんか合うなと思って、あ、まあまあわかるね、うん、そういう系で統一してるんだ、うん、でやっぱ僕と会うっていうことは人見知りですから、うん、最初黙ってたんです、どっちも。そうだろうね、グッと押し黙るみたいな。あ、なるわな。あ、いい本置いてますねぐらいしか話せなかったんです僕。でもだいぶ頑張ったね、うん、そうそう、それすら言えないのに。でこれ本職ですかって聞くと、うん、あ、確かに絵も描いてるんですよと。へえ、うん、でなんかね、そのこういう絵描いてますみたいな、うん、なんか自分の絵をね、今までその描いたやつ写真で収めて、うん、それを一冊にしてるんですけど、あ、ね、なるほどね、アルバム、そう、アルバムみたいなやつにしてて、うん、でそれ見るとね、うん、むちゃくちゃ目じゃねえや、絵うまいんですよ、うん、絵がね、まあ、彼女曰くなんかどんな系の、生きる、生、うん、生と死と性欲の性、うんうん、この3つの要はワード、キーを持って私は絵を描かせてもらってると、うんうん、なるほど、どれかに関わるというか、全部それが全部3つ全部、まあ備わった絵を描いてるんですと。はあ、はあ、はあ、うん、1個じゃなくて3つが全部備わってないと、絵に入ってるって、そう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 、で見てちょっと変わってらして、すげえ興味深い、よくわかん、僕まあまあ本当絵全然わかんないですから、うん、全然わかんなかったんですけど、むちゃむちゃ絵うまくて、うん、何系なの、系なんていうか、その何、でもエログロって言ってました彼女は。うん、そのさ、あるじゃん、油絵とか、全然わかんねえなそうな、見たけど、うん、何っぽいとかないの、すげえ時間かかるとは言ってたマジバカじゃん、ちょっと絵わかんない、なんか油絵だと思います、ね、でも油絵だと思います、はいはいはい、まあ描いてて、なんか自分の顔をモデルにして描いてるみたいなことをおっしゃってて、うん、自画像を、そういうテーマに当てはめて、まあ、描かれてらっしゃって、もう絵もすごい上手くて、若いですし、へ、うん、でもすごいオカルトも詳しくて、さっきまで聞いてましたなんて言ってくれていや、ありがたいななんてね思ってて、はい、うん、でなんか変わった話もたくさん持ってて、うん、あ、聞いてきたんだ、いろいろ、うん、なんで京都でね、ぜひそのちょっと京都にいらっしゃる方で、うん、聞いてますよって方いらっしゃったら、その三つ目堂さん行ってもいいんじゃないかなと思って、うん、まあ別に京都行く予定とかね、うん、近い人とか全然、結構綺麗でした
へえ、あ、そう、まあじゃあ2つ楽しみがあるわけだ。2つ楽しめる。お店のね、うん、結構珍しいじゃん。そうそう、珍しい。そんなお店。本当に。うん、まあね、本だけとかはあったりするし、うん、ね、なんかそういうのはちょいちょい見るけど、うん、骨董でしょ、うん。どういうものなのかなって思うもんね。うん、それよりやっぱ絵とか、絵も、まあ、その彼女が置いてんの。あ、置いてます。何いくつか置いてるとはおっしゃってて、でまあ、学生時代からねそういうアルバムを作ってらっしゃってて、自分の作ったものっていうものの、うんうん、その中で気になったのがあのブラックバスボールっていうものなんですよ、うん、彼女の作品の一つ、学生時代に作ったタイトルの名前、うん、ブラックバスボールって、うん、これなんだっていうと、あのブラックバスって捕まえるとキャッチャーのリリースできないんですって、うん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 、要はあのアメリカとか海外のものだから、うん、返しちゃうとまたそこでそこのもともと住んでる魚食っちゃうんですよ。あ、そうだね、うん、問題になったからね。そう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 、うん、なんで捕まえたら、そうそう、うん、全部要はあのそこに備え付けられている大きめのなんかゴミ箱の中に入れるんですって。へー、うん、でもそれっていうのがなんかどうなんだろう、何か作品にできないかなってこれをって思ったらしくて面白いとこ目つけんな、うんね、すごいいいで、その、まあ、命が捨てられた、うんうん、捨てられた命っていうのを再生しようとして彼女は、うんうんうん、その、まあ、鱗とかを全部剥いで、うん、肉を全部ぐっちゃぐちゃにしてミンチにして、ミンチにして、うんうん、ボールみたいに固めて、うん、くっせえボール作った。ハエがたかってしょうがなかったって言ってました。すげえ面白いね、うん、もう。でも京都新聞にも載ってんすよ。へえ。それは僕一番ちょっと気に入れましたね。まあでもそれも言ったらさ、生と死に関することだし、うん、そう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 。すごい面白い再生というか、うん、それは僕一番、うん、あとね、あのイクラをね、うん、ものすごい絵に描いてるんです。なんかいくつかの絵の中にイクラ。うん、それもやっぱ命だからっていうことで。うん、描いてたりする。結構特徴的な絵で、ね、面白いんでね。すげえ見てみた、うんうん、で何枚かねあるんですよ、うん、2階にね置いてあるので、うん、もしぜひよろしければ、まあ、ちょっと寄っていただければ多分絵もさっと出してくれるので。すげえ、うん、すごかったです。面白い、うん、面白かったですよ。そのブラックバスボールいいな。ブラックバスボール面白かったです。面白いね。だって新聞にも載ってるぐらいですからね。うん、うんうん、面白かったですよ。じゃあアーティストが本業で、ね、うんうん、まあそのね自分の楽しみもありつつ、うん、職っていう感じで収集なのかな、うん、コレクターでもあるのかな、まあ、それを売るという。で今度なんかね、自分の作品となんかまあ誰か何名かの作品で合わせたか分かんないですけど、そういうなんか個展じゃないですけど開くというのも開くらしいので、なんかあったらね、まあ、行ってみていただければっていう感じですかね。面白い。すごい良かったです。良かったね。良かった。たまたまね、その、ツイッター上げてもらったから行ったわけだし。良、うんうんうん、かったね。いい人です。面白いところ行けたね。うん、ちょっと、でも、僕が、うん、要はその、なんていうんですかね、その、話せるぐらいのというか、うん、それ以上にちょっと変わり者すぎて、うん、ずっと弾いてましたけど。終始弾いてましたけど、ちょっとこの人俺手に負えんなみたいな。はいはいはい。手に負えないぐらい変わり者でした。まあ、たまにいらっしゃいますよね、うん、そういうこと。ああ、やべえ。本物だって。本物だいるよね、たまに。うん。そう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 。そう、養殖じゃない、これ。そうそうそう。天然のやつだ。ビンタロウさんのさ、はい、パーティーにもさ、あ、いろんな人来てたから。ああ、来てました、来てました。ちょいちょいやっぱ本物いただろうね。話、うん、してて。うん、あ、この人マジの方だって、仕事のためにこの人はあのキャラを作ってらっしゃるなっていう方と、そうそうそう、マジのね、あ、マジやべえって言いましたね。いたからね、誰とは言わないけれども、そうそう、やっぱそういうね、うん、オカルトとかそういうところに結構やっぱそういう、そうですね、まあガチヤバい人でした、うん、もうすごく綺麗で面白い方でした。でもなんかいろんな要素ありすぎるね、うん、でもその綺麗っていうのが逆に怖かったりするから、ね、まあ、そうですね、面白い、綺麗すぎるんだよな、なんかそういうのを書くに、へえ、すごいちょっとね、ああ、じゃあ京都の方行ったら行くわ、必ず行くわ、ちょっと行ってみてください、ちょっと不思議っす、全然そのさ、いわゆる観光スポットより全然面白そうだ、面白かったです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 、本当に、いや、うん、じゃあちょっとタイミング見ていこう、関西方面行くことって、すごいいい方でした。でも、へ、うん、
お客さんとかどうだった？お客さんはなんか来るときは来るけど来ないときは来ないって言ってましたね。そうなんだ、うん、いやお客さんもなんか変わった人来そうかな。あでも、うん、変わった人来られるみたいですよ、うん、なんか近くにね大学があるみたいって。あそうなんだ。その大学の子たちがなんかちょこちょこと寄ってくるみたいな、ちょっとなんかね秘密基地みたいな感じで使われてるっていうのは聞きました。へえ、うん、まあでもまあなんか大学生ぐらいのちょっとねイカれたやつらがいるんでしょうね。うん、まあでも確かに学生時代ぐらいだったら、うん、ちょうどいいんちょっと行きたくなるね、うん、そういうところいい、うんうん、なんかわかる気がする、はいはいはい、うん、まあ、そういう感じでした。なるほどね、はい、じゃあそこ寄って家帰って、うん、帰って、まあ、TKR 撮って写真撮ったね、うん、まだあったね。ねありましたね。消されてるのもあったけどちょっと正気に戻ってたんですよ。だからそれ正気戻ったのか、うん、まあそれかなくなったのかわかんないですけど。あそういうこともあるか。うん消されてました。で近くのなんかねコンテナがあったんですけど TKR って大きく書かれた、うんうん、そこもなんかね消されてて、うん、上からなんかドラえもんって書いてました、うん、えどういうこと。いやどういうことですか。答え真相は闇の中ってことですか。逆にどうやと思いますか。いやどうやと思いますって言われても。いや僕も分かんないですよ。全部がドラえもんに塗り替えられてたら、うん、それはそのコンテナだけです。新たな夢を見つけた。コンテナだけが TKR が上から白くペンキで消されてて上からドラえもんって書いてました。それはただのドラえもんがね、うん、好きな人が書いただけでしょうね。そうやと思います。だと思いますよ。え、まずなんかあるの闇が。いや、わかんないです、わかんないです、わかんないですけど。まあまあ、そういう感じでしたよ、僕はね。まあ、普通に。まあ、で、その後は普通に実家で。うん、っていう感じですか。はいはい。まあ、そんな感じですよ。へぇ、うん、楽しかったです、でも。京都は。ああ、でもね、よかったね。うん。いろいろ。いい出会いがありました。まあ、あれってね。うん。面白かった。俺もなんか、ちょっと行きたいな。行ったらいいんですよ。あ、でもね、俺、うん、山形とか、岐阜とかの方に行く予定あるから。うん、今度、仕事で。うん、なんかちょっとあったら、うん、ここ行ったらいいみたいなのあったら教えてほしい。ああいいですね、うん、それね岸本さんツイッターとかで、うん、分かりました。そうですね、はい、そんな感じですかね、うん、ちょっとじゃあ告知。告知それ来週に。ああそうかそうかそれだ。あの漁師さんが来られるので、はい、ついにね待ちに待ってる人もいる、まあ、僕らの方が待ちに待ってる感はありますけどね。そう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 、ちゃんと聞きたいんですよ。だからちゃんと話ね、うん、来られるのでちょっとねあの興味深い話が来週聞けるんじゃないかという。もうね皆さんにいただいた質問はね、うん、もうあの投げていくつもりなので、うん、今までの1年間が振りになるぐらいのすごい話持ってくるかもしれない、うん、僕らの1年俺らが僕らの1年が振りになるぐらいの。なるほどね。1年頑張ってきましたけれども漁師さんあなたの話には勝てませんよみたいな感じになるかもしれない。そうです、ね、じゃあ次の週からおかんと僕と時々漁師になってるねことでしょうね。漁師さんね。そうなったらそうなるかもしれない、うん、本当に。そっか、うん、でもインパクトありそうだもんね。インパクトあるですよ、ね、なかなか聞けないですからね。うん、僕の話はどの方にも載っていませんよみたいなね、うん、まあね感じなので強いなそのフレーズ、うん、面白いです。でもへえ。ちょっと期待していただければ。そうですね、じゃあ皆さんもそれ、はいはい、期待していただければと思いますけども、はい、そうですね。あとまあ告知というか、うんうん、前も言ったと思うんですけども、はい、新宿のねロフトプラスワンというところで、うん、我々がですねちょっとインタビューを受けるというね、うん、まあ動画が、はい、上がっております。そうですね、YouTube かな、うん、で見られますので。そうですね、ロフトプラスワンスペース都市ボーイズみたいなので調べていただければ出てくるんじゃないかなと、うんね、あとまあ僕の僕っていう、まあ、都市ボーイズのツイッターの方にも、はい、URL とか載ってるんで、はい、それをねそちらから見ていただければ、まあ、結構もう見てる方多いので。ありがたいことに、はい、ありがたいなと思うんですけど、うん、まあ、ちょっとまだ見てないよっていう方は知らなかったよっていう方は見ていただければっていう感じ、はい、で、あとですね、5月中に22日に、うん、都市ボーイズ初のイベント、うん、ツアー、はい、ありますのでね、うん、まあそれはもうちょっとチケットはないんですが、はい、まあちょっと何かしらのね、何情報したよっていうのは、うん、でね、まあ、うん、まだ未確定なんですけども、うん、結構もうね、これ今回来れなかったか、まあチケット取れないみたいな方もいらっしゃったっていうのもあるし、うん、ちょっとオファーもね、うん、あったので、もしかしたら夏ぐらいにまたイベントできそうかなっていう話があります。まだ日程は決まってないですけど、まあ、全然まだまだこれから詰めていく話なんか分かんないんですけど、うん、ありそうかなと、第2弾かなと。そうですね、
ね、来れなかった方もよろしければじゃあね、うん、その辺それも18、19とかじゃなくて結構ね席があるキャパシティはあるのでね、もうね、まあライブハウスみたいなところでこれ呼べんのかっていうぐらい広いとこなので、うん、それに関しては結構マジでこっちも知らなきゃいけないガラガラになる可能性あるって、ね、際にはちょっと友達、うん、両親まあ、久しぶりに会うなっていう人でもいいので、ね、今回に関しては人見知りとか全くしないでいただきたいです、ね、そう、うん、まだね、うん、まあちょっと分かんないです、まあ、チケット5枚買って広く見ていただいても結構ですそうっすね、一人で、うん、そうっすね、うん、荷物置いてね、そうっすね、うん、横になっていただいてもいいですし、そうそうそう全然いいですよ、うんうん、そうすればね僕らも、うん、助かるし、やりやすいし、あなたも楽でしょ5倍ね。5倍ね。かかるけどね、はいはい。そうですね。で、まあ、そうですね。それらの、まあまあ、お便り、うん。まあ、お便りとかですね。はい、常に募集しておりまして。うん、はい。ツイッターの方で、まあ、うん、まず、都市ボーイズと、早瀬康弘名義でやってるのがありますので、うん、そちらに、まあ、お便りいただいても大丈夫ですし。うん、何でしたっけ？メールアドレス。メールアドレスが、うん、ありまして。うん、toshiboys02@gmail.com、うん、toshiboys02@gmail.com、うん、が、まあ、こちら公式のね、メールアドレスですので。なんか面白い都市伝説あるよとか、こういう悩み解決してほしいよっていうのがあれば、ここまで送っていただければ。あともう単純になんかね、ご意見。あ、そうですね。ご要望、うん。全然いただければと思います。はい。はい、ということでね、はい、まあ、今回、いろいろ。話しましたけども、うん、はい、では最後締めさせていただきま す、はい、今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。イルミナイルミナイルミナ、ありがとうございました。ありがとうございました。